爆笑問題です。ついにチャンネル登録者7000人突破しました。皆さん応援ありがとうございます。実は YouTube には、ね、数年前から興味がありまして、まあずっとたまにちょこちょこ稽古風景とかを上げたりしてたんですけども、ね、まあ去年の8月ぐらいから2月に入るぐらいまでですね、ぱったり上げてない時期がありました。まあそれは自分の中でですね、あちょっとこれ違うなーっていうね、どうなのかなーっていうのがなんか自分の中でのちょっと疑問が出てきまして、ね、少し休んでる時間があったんですけども、まあ、2月ぐらいに入ってね、ちょっと気持ちを新たにどんどん上げていくようになりました。で、まあ、この今、なんで上げてるかっていうのを、ちょっと簡単に話しますと、まあ、空手にですね、ちょっと、興味を持ってない、今まで空手に触れたことのない人に、少しでもですね、空手の楽しさっていうのが分かればいいかなって。で、まあ、実践スピードとかですね、かっこいい、パンチにしても、蹴りにしてもですね、上段にしてもですね。まあ、多分、空手をやったことない人は、まあ、これうまくできねえよ。上段なんか特に蹴れないよっていう人はいるかと思うんですけども、まあ実はね、もうこれは本当に体の使い方だけなんですよ。で、まあうまく体さえ使えればね、スピードも出るし、ね、前回の動画でも言いましたけどね、まあ、スピードも出ますし、ね、上段もかっこよく蹴れるわけです。それは道筋だとかですね。ね、まあね、上半身の使い方によって、ね、股関節が柔らかみが出るとか、まあいろいろあるんですけどもね、そういったことを、まあね、少しでもですね、伝わって、空手に興味を持ってくれる人がいればいい、ね、できればいいなと思って、まあ、上げ始めました。もう一つは、ね、まあ、ビジネスマンクラスとか、まあ、一般部もそうなんですけど、指導してきてですね、特に、まあ、年配の人がですね、おそらく空手を稽古していく中で、まあ、壁にぶち当たってんじゃないかなっていうのをすごく感じました。ね、で、もう体の使い方がよくわからない。ワン、ツー、どうやってなんだ、蹴り、ね、うまく蹴れない。どんなに蹴ってもうまく蹴れない。ああ、わかんないな、わかんないな。ね、それで、モチベーションが、ね、若干、空手を始めたばっかりの時はですね、もうモチベーション高くて、よっしゃーって思ってた方も、徐々に空手熱がね、下がってきている方もいるんじゃないかなと思ってですね。ね、でも、本当にね、うまく体さえ使えれば、ね、もうできますのでね、その、まあ、新しいことができる喜びっていうのをですね、ビジネスマンクラスとか、少年部の方にも知っていただきたくて、まあ諦めないでほしい。ね。そういう気持ちがあって、この動画を上げ始めました。それと、ね、まあ自分もそうなんですけども、ね、まあ当然何かやろうとした時にうまくいかないんですね。で、ね、もう何がどうなのかわからない状態でもうずーっと練習やってる期間も少し出てくるような感じになってきますね。そうすると、ふとした時に、あ、これこうなんじゃないか、ああなんじゃないかって、この、気づいた時の喜びですね。喜びっていうのが、本当に楽しくてですね、そういったことも、まあ、仕事で疲れてですね、まあ、働いてきて、ストレス解消でやっていただく方に、少しでもですね、自分と同じような、この、おぉ、こうか、あ、こうだったのか、みたいな、ね、まあ、楽しさっていうのを分かっていただければと思って、ね、まあ、少しでも役に立てばと思って、まあ、動画を上げてます。まあ、そんなこと言ってもですね、なんか綺麗事言ってんだよ、みたいな、ね、思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、それはですね、まあ、人はそれぞれですね、どう思うかっていうのは人それぞれですので、ね、まあ、ね、まあ、それは思っていただければ、本当にいいと思います。で、まあ、ただ、自分が本当に分かってもらいたいのは、空手は楽しいんですよ。もう自分がずっと人生かけてね、今までずっとやってきてね。まあ、空手本当に楽しいっていうのを、少しでもですね、若い、まあ、ビジネスマンクラスもそうなんですけど、若い人にも分かってもらって、ぜひ空手をやっていただきたいなっていうのが、少しでも自分の願いです。
でですね、せっかくですね、皆さんの応援のおかげで7000人を突破したということで、まあ次回の動画ではちょっととっておきな、情報を、身体操作感覚の動きなんですけど、これができればもう本当にパンチにしても蹴りにしても切れるようになります。これだけできればですね、まあこれだけって言っても、まああとはいろいろ組み合わせたりしなくちゃいけないんですけど、ここが変わるだけでもうパンチも蹴りもですね、断然変わると思います、ね、僕がずっと指導してきて、ほとんどの道場生がここができないんですね。これが、ね、まあ、次回のお楽しみですね。ね、ここができない、わかんないので、動かせないので、ね、体がうまくスパーン切れない。ね、パンチにしても、蹴りにしてもね。で、そこをですね、ちょっと、とっておき情報を詳しくですね、やっていきます。おそらく知ってる、動画を見たら、あ、それ分かるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、分かっててもできません。多分できませんね。それをいろいろな角度からですね、これができなかったら、こうやってやってみてください。こうやってやってみてください。こうやってやってみてくださいっていうような感じで、結構何パターンもあるんですよ。僕が指導してきてね、これをやってください。ね、で、うまくできない。あ、じゃあ、ちょっとこの方法でいきましょう。できない、ちょっとこの方法でいきましょうみたいな何パターンかありまして、ね、でそれができると本当に見違えるように、多分おそらく今までの経験から皆さんですね、うわー、なんかすごいいい感じになりました、あ、こんなに体ってスムーズに動くんですね、ね、見た目も超かっこよく、なる感じになりますので、ね、まあ楽しみにしててください。で、竹ちゃんマン動画っていうのは実はもうお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、基本的に火曜日と金曜日に、ここ最近ずっとアップしてますね。で、大体午前中の11時ぐらいですかね、11時を挟んで、まあ、前後ぐらいに、ね、毎週火曜日金曜日の午前中11時ぐらいにアップするように、してますので、ね、ぜひ、チェックをしていただきましてですね、これからも応援よろしくお願いします。それでは次回の動画楽しみにしててください。